皆さんこんにちは、お絵かきマクナロークラブのアドです。こちらのチャンネルでは皆さんのお絵かきライフをサポートすべく、お絵かき研究のアドと似顔絵花さんの2人で情報配信をしていっております。本日は久しぶりにアドが情報配信していきますのでよろしくお願いします。先日ですね、お絵かきマクナロークラブの似顔絵コンテスト第7回大会が無事、終わりまして、優勝者は2回目のゴリキングさんというですね、似顔絵アーティストの方が優勝されました。ゴリキングさん、改めておめでとうございます。今回7回目ということで、かなりこの大会を皆さんに楽しんでいただける大会になりまして、また次回8回大会も開催予定となってますので、ぜひ参加いただけたらなと思います。で、またコンテストに関してはですね、もう一つ写実系イラストのジャンルもちょっと作ろうかなと考えておりまして、その大会に関しては皆さんどっちかというと似顔絵というよりは写実寄りのイラストとしての出来栄えをちょっと競うみたいな感じ、それを評価基準として、同じくインスタグラムで投票いただくみたいな感じにしようかなとは思ってるんですけど、皆さんのご意見も聞かせていただきたいなと思います。で、今日の動画の内容なんですが、今回は視聴者様のリクエストを中心にご紹介するんですけども、そのコメントなんですけども、輪郭をパパッと正確に描けなくて悩んでます。顔のパーツも気づいたらでかくなってたりしてどうすればいいのでしょうかと。これこの生ゴミさんという方からのコメントです。コメントありがとうございます。あとは MSG 鍋さんですね。いつもコメントいただく方なんですけど、いつもご視聴ありがとうございます。楽しみにしている動画はシャーペンスケッチハマってますということでですね、今更なんですが、やはりどうしても顔の輪郭、目、鼻、口のポジションがうまく取れず、顎が長くなってしまったり、眉毛が開きすぎてしまいます。眉間のくぼみや鼻の底面を取るコツを今一度掘り下げていただけると嬉しいですということで、とても嬉しい言葉をいただきました。なので今回はこのお二人のコメントを中心に、僕の方でもちょっと考えてまいりました。で、今回はですね、バランスが取れないということに対して、絵のスキル習得する上でやっぱり素体っていうのが大事になってくるかなというお話から始めたいなと思います。で、この素体っていうのは何かというとですね、ウィキペディアによると、フィギュア制作の大元となる人形というふうに書いてるんですけども、ここにいろいろ装飾がついていたりとか、どのキャラに似せるかみたいなのが多分あると思うんですけども、人を描くときもこの大元になるベーシックな部分が描けるかどうかっていうのが重要になってくるので、似てるとか、このキャラに描くとか、そういうのは次の段階なのかなと思うんですけど、絵が下手くそなのに、絵が好きでね、ずっと描いてましたが、このバランスよく描けないっていうことを今まで僕が考えた中で言うと、やっぱり一つ目が立体的にではなくて平面的にパーツを並べるっていう感覚がやっぱり最初強いと思うので、そこから立体的に捉えるというかイメージできるようになってからだいぶマシになったかなというのがまず一つと、あとは二つ目が特定のアングルになった時に崩れてしまうっていうところがあると思うんですが、この二つが結構大きいかなと思うので、僕の実体験をもとにですね、わかりやすく説明できたらなと思います。で、今日はですね、この世界的なアーティストのキム・ジョンギさんという方がいるんですけども、キム・ジョンギさんも参考に、僕も新たにちょっと勉強していこうかなと思ってます。まず一つ目、キム・ジョンギさんのイラストで見ていただきたいのはこちらです。はい、これはキム・ジョンギさんがコミックの祭典とか、そういったところでファンの方が画集を買っていって、サインくださいっていう時に、書くイラストみたいな感じだと思うんですけど、見ての通りやっぱり下書きもなく一歩厚書き、ガン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 と書いていくっていう、もうこういうスタイルで書くっていうのがこの人の有名なところなんですけども、キム・ジョンギさんが書いた日本のとあるキャラクターたちなんですけども、デザインとかね、そのキャラの特徴っていうのは盛り込んで参考にするんですけど、基本的にはキム・ジョンギさんが書く人物の書き方で書くと、こういうこともできると。で、もしくはこれとかね、これは、キム・ジョンギさんが描いた日本の漫画のキャラクターですね。こういうのも描けるし、こんな感じで、もうよりリアルになってますよね。で、あとはこういう、アトムとかね、日本のクラシックなキャラクターも描いてくれると。で、これはダース・ベイダーとかね、これは、スター・ウォーズに出てくるレイヤ姫とか、そしてこの間公開されたジョーカー、そしてバットマンとか、マイティ・ソーの女性バージョンですかね、そしてガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのキャラクターたち、ありとあらゆるキャラクターが、デザインを見て、もう習得するだけなので、もう何でも描けちゃいますということで、なので、ベーシックは大事だよねというお話なんですけども、なので今日はキムさんの簡略化された描き方から、ちょっとポイントを探っていこうかなと思います。目の方向だけで顔の方向っていうのは説明できるよねっていうような、そういう動画で紹介は何度かさせていただいてるんですけども、今日はこの卵人間の顔の方向を自由に描けるようになった、その次のステップの人の顔の頭部らしく見える具体的な方法をちょっと見ていきたいなと思います。このキムさんの絵を見てですね、目の平行ラインを基準にした横方向の傾きと、パーツの見え方を大きく左右する縦方向の首振りのアングル方向と回転運動ですね、横向きの、この3つがキーポイントになってくるというのがちょっとわかるというか、大まかに言うとですね、顔が見える状態で左右反転を省くと、この状態のアングルをちゃんと押さえておけば、後ろとかね、真後ろとか、真上からとか、そういう特殊な方向は置いといて、キャラクターというか、人物がよく描く、うまく描きたいという方は、このアングル、大体頭に入れておいたら、
めちゃくちゃ便利かなと思います。卵人間でいうとこんな感じです。これ赤い線がさっき言った目の形で、こっちのね、鼻の目の形が変わらない、この縦軸方向でいうと鼻の見え方とかが結構変わってきます。底面だけ見えてるところもあれば、底面と上の面が見える部分もあれば、上から覗くと上の面しか見えてなかったりとかね、っていう感じなので、まずはこの卵人間、ただ球体に目ん玉つけただけの卵人間でありとあらゆるアングルを描けるようになった方がいいかなと思います。さらに、もう少し分かりやすく、箱にして目のライン確認するとこんな感じですよね。さっきのやつ。もう平行だと今横ですし、下から見ると、この平行線っていうのがこう、球体に張り付いてるんで、もう少しこうアーチを描くとは思うんですけど、こういう感じで目の方向、目の平行ラインっていうのはちょっと見え方が変わってきますよねっていう。こうやって見ると冷静になってくると思うんですけども。今のところができたら、もう一回ちょっとキム・ジョンギさんの似たようなアングルの絵をちょっと持ってきました。僕が上からちょっとトレースして分かりやすくしたっていうやつなんですけど、ちょっとよくやるミス、僕がよくやるミスなんですけど、この目の高さが下から覗いていると、この箱でやって分かるように左と右のこの目のラインってこうなるんですけど、やっぱり目は真横に並んでいるっていうイメージもあるので、目の水平ラインを揃えてしまうっていうね、これ。この正面向いてたら水平なんですけども、揃えちゃう。これ顔のパーツバラバラになるっていう中でよく起こる原因の一つだと思うんですけど、やっぱりこういうのが守られてると整合性の取れたように見えるものになるんじゃないかなと。で、あともう一つなんですけども、下から見えるところ、上から見えるところをしっかり描くって大事だなっていうの。やっぱ下から覗いてるのに顎があるとなんか変になりそうだからって言って顎削っちゃうと、顎のこの底面まで削っちゃったりとかしてですね、顎がない人になったりとか、僕はよくやってました。これ頭部と顎の見える量の違いということで、アングルによって見える量はやっぱりパーツ、それぞれ変わってくると思いますね。上から見ると頭やっぱり広くたくさん映りますし、あとは唇のアーチの見え方の変化っていうことでね、唇も結構やっぱりこの目の線の方向に沿ってくると思います。左から右にこう上がってますよね。これ口もこう上がります。口角がどうかというよりも、口のこのアーチライン自体が下から覗くときと上から覗くときでラインの方向が違うっていうところですよね。この箱見てもらったら分かると思うんですけども、真横から見ると唇ってこうなってるんですけど、こういう、要はアルファベットの D が2枚重なってるみたいな、どこがどうはっきり見えるのか、ベースはこれです。この形の見え方の変化、それに対して唇の厚みが入るんで、それをどう表現してどう見せるかっていうところがもうすごい素敵だなという。はい、とにもかくにもなんですけども、顔の軸の傾きっていうのをやっぱり認識するのは大事です。ちょっとおかしくなっちゃうときはやっぱりこの顔の軸の傾きっていうのが自分の中で捉えきれてなかったりとか、理解しきれないままやってることが多いんじゃないかな。ということで、先ほどお伝えしたのはこれですね。この三軸の意識っていうのはこれです。ここからちょっと書いてみました。いろいろ。まず一つ目がこの卵。これ僕のピンタレストの概要欄のリンクにも写真あります。参考にしてもらってもいいかなと思うんですけど、まずこの写真見た時も、人の顔の傾き、それにおける目のこのラインとかっていうのをしっかりこう、意識しておく。で、まずはこの卵。卵人間でいいので、ただこういう簡単な人の顔の形で方向をチェックする。とかっていうのは大事かなと思います。その後にこの平行線考えるっていうのは、要は目のラインをチェックする作業です。目のラインと口の見え方のラインの見え方、それをチェックするところ、結構大げさめに書いてもいいと思います。写真にめちゃくちゃ似せるっていうのは一旦置いといて、その後にこの上にパーツを、置いていったらもう顔っぽくなっていくので、こんな感じでもう添えていくだけということで、ちょっと似てないとは思うんですけども、ただ人の顔をバランス描く、よく描くっていう意味で言うと、大事になってくるのはこの卵人間っていうところと、平行線でこの目の平行ラインをしっかりこう捉えておく、押さえておくっていうところ。それを守れば、人の顔のバランスがめちゃくちゃなぐちゃぐちゃになるということはかなり抑えられるかなと思います。はい。ということで、多分結構めちゃくちゃいい練習があるとしたら、顔の傾きとかこういう線とか、ある種自分の中で着目点を一つ持って、キム・ジョンギさんの絵をなぞるか模写するかしまくって、その後にオリジナルの写真を見て、シンプルな形取りから進めて、何個かキム・ジョンギさんの絵を、ちょっとイメージしながら描くっていう風にするとかなり勉強になるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はここまでなんですけど、絵を説明してくれてる動画も結構インスタに載ってるんですけど、こういうね、輪切り線めちゃくちゃ入れる動画多いんで、やっぱりこう断面とか物体の形状っていうのは大事だよっていう風には言ってると思います。韓国語なんでわかんないですけど、とかこの顔の断面で切ってる絵も多いので、完全に形状理解されてるなと。で、いつもこの形状の表面のライン入れようっていう風な動画たまに作ってるんですけど、そのラインってこれのことですよね。この輪切り線ってのはこれです。これ輪切るとこうなるっていう、あとはもう人とか何でも箱から捉えようねみたいな動画はよくあるのでね、
まあそれも基本的なやっぱりところかなと。絵が上手い人は皆さん総じてね、総じて箱からいってんじゃないかなと思うので、まあこんな感じでね、もうどんなキャラでもね、何でも下書きなしで描けちゃうっていうのがこの人のすごいところというか、もう本当アカウント見てるだけで一生一日潰せるぐらい面白いので、ぜひ見ていただけたらなと思います。皆さんもお絵描きを楽しんでください。それでは、さよなら。